やーおーい。やーほーい。ごめんなさい、遅くなってしまって。すみません。かわいい。リーフ。白いから塗りました。可愛くない？これめっちゃ親友からのタンプレです。メイクレシピに追加で、しかも見て、めっちゃ可愛いねんこれ。ピンクだし。はいはいはい、読めますよ。いや久々にさ、焼肉食べたねん今日の夜ご飯。ありがとう、うまごめんなさい、こんな微妙な生誕祭にしてしまい。え、マジそれ、公演終わりは本当に最高ですよね。何何、なんか大好きだよ攻撃受けてんねんけど。こまんしゅけんさん大好き大好きだよ、大好き大好きだよ。大好きなの、かきれなのことか、そんなに。そんなに、そんなに、まさかのそんなに。 S 美味しいよね、ポテトチップスがお気に入りです。サイズやんすごかった。お、公演終わりはブラそば食べたんだ、いいね。手越し、やおー。ニヤニヤしてないよ。鼻が泣いててマジでツボった。うん、可愛かった。ちゃんと聞けてよかったって毎日言ってるよ。優しい、みんな大好きなユレンバって何、初めて聞いたな。うん、みおちゃん優しい。レナママ見たの？花がマジで泣いてておもろかったんだけど、その前に言い残したこと、なんだろうな、言い残し系ね。みんなにはあの言い残したこと3つとかいっぱい出てくるんちゃーんみたいな言われたけど。うん、お見送りしてた。ねえ、ゆあも確かに最近お花泣かんくなってたけど、泣かしちゃった、泣かしちゃった。かわいい、してるよー。けいこせん、いいよー、多めです、ありがとう。ビームうまいよね、手紙読むの嬉しかった。衝撃の事実。
初見なのに書き入れ直しでおもろいショールームね、見ないよね、多分。でも自己紹介の3列目の人たちの自己紹介は着替えてて聞けてないし、アンコールのコールも聞けてないし、前半 MC も聞けてないので、ちょっと12時になったら楽しみですね。うんうん、愛してる川。あ、そう、お花のカムスハムニダはレナが言いました。え、何がいいと思う今日みたいな、今日のありがとう何がいいと思うみたいな言われたから、え、じゃあカムスハムニダでって言ったで、よかったよかった、そう思ってくれて。そう、変わってくれるって言ったダウトがね、出演できてなかったんですけどまさかの私だったおもろかったの。え、なんかめっちゃ笑ってるなっていうのは着替えながら思ってた。めっちゃ笑ってるなと、かきれながなんちゃらみたいなやつは聞こえたけど、ほんまにマジで全く分からへん。いやー、マジ DMM 映ってるのがほんまにちょっとやばいって感じ。なんか嫌や、なんか体動かん分さ、楽しそうにできてない感じも出てるかもしれんからさ、まあ、DMM 見ることはないですね。多分自分の定点は見るかもやけど、レオナさんも楽しみにしとこう。タンプレもらって、レオナさんとお揃いのアイシャドウラメをもらったんですよ。もらって、ちょっと待ったみんな。いやー、濡れてんじゃん。オーマイガー。お花。お花。帰ってきた。結構していいよ。お花です。お花リボンがついてて可愛い。リボンがね、よく見たら最初もらった瞬間は分からんくて、でリボンみたいな子も可愛いし、めっちゃいい匂いするんですよ。ちょっとこれ見えへんな、ここら辺。ここいいじゃん。なんか挟んだよ。まあいいや。くしゃくしゃしすぎてくしゃくしゃになったここが見失ったと思ったらおらんくなってた。瀬戸の小部写真ね、みんなさ、あれよな、なんか写真あげてくれてたから見ました。シャンテアンスんだ泣きました気がするそれミータンに言われた。ミータンとか呼んだことないけどコメント読んでもた。ミューちゃん何やったっけな。あー、あとなんかミューちゃんのなんか最初に相談されて、これ言っていいみたいな、相談っていうか言っていいみたいな、でなんか、え、それ言えるんかなみたいな感じで、それを言ったのかな、それを言ったか分からへんねんけど、まあそれはちょっとアーカイブでねチェックですね。うん、
みんな笑顔になるの、いやーありがとう。ガチシーカもあげる。てかなんか誕生日とかじゃなくても普通にあげたいとか言って忘れてるねんけど、えマジで。あのちいかまを見たみゆちゃんがマジでおもろすぎて、なんか可愛いとかレベル通り越しておもろいもん。もうおもろいよな。推しカメラだった。やばいよリボン、食べる用のリボンあるよ、お兄ちゃんと。さすがに当日でディスプレイに、あの兵庫からね、はい、あの犬猫がお祝いしに来てくれてびっくりしました。あれなんかいるなと思って、なんかいるじゃんって思ったね。お祝いしに来てくれてました、猫と犬が。ニコニコした。50キロ、気をつけて帰ってね。結婚して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 、結婚して、やだ、結婚して結婚して、やだ。遊びはダメなんだよ結婚って、真面目だから。いつも真面目に言っとるやろレナ、結婚していいよいいよいいよって真面目に言ってるはずなんですけど。うんうん、よしかった、よかった、ありがとう。遊ばれてるなみんなに。待ってください、ありがとう。そうやね、ちいかまナミークポーチに入れたのにさ全然気づかんくて、みゆちゃん、ぶーちゃんたちいます、持って帰ってきてるよ。結構せん、やだ。実家から来てくれました。バリ君派手やったわ。今日初めて限りの劇場に見れた。そうなんですよ、これも言おうとしてた。今日初めて劇場に来てくれた人とか結構いるのに、なんかこんな状態でやっちゃってすいませんって。でもなんかお断りされたし。お断りしたらお断りされた。そう、実はこっちゃんもね、いました、誕生日配信の時いたんですよ。赤い見てね、楽しかった。てか普通に詩人で感動した、マジ泣きそうなった。マジで大丈夫です。お、メール来た。ブー太郎もそう、もっとお腹出てるんですけど本当は。でしょ、そう、今日ね初めての人結構多くて、公園に来てくれたのめっちゃ嬉しくて。でもなんかその分なんかもうほんまにめっめっちゃ笑顔でめっちゃ本気で、もうなんかめっちゃ楽しく公演したいから全曲を、だから延期か中止にするっていうリハの前にね、なんか結構時間もなくて、その会議をしててスタッフさんと、
でもなんか中止とかさになっちゃったら当たってる人がかわいそうだし、一部出演ってなっても本当は本当にバラードの3曲しか出えへんみたいな話になったんやけど、さすがにちょっとそれは延期になるより修学後らへん公演はもう絶対に嫌やしみたいなってなったので、でも無事に良かったです。終わってだってみんなさあんなに綺麗なさ詩人の時にさやってくれとんのにさ一発目にレナおらんってどういうことみたいになるやん。そんなんな、それ考えてくれたさ整体院の人からしたらちょっとさもうムカつくまでも行くやん、なんでおらへんねんってなるから。まあでも個人的にはそのなんかバラード曲だけ出るっていう選択肢はないし、中止にするっていう選択肢もなかったけど、そのなんかまあ自分だけのね都合が通るわけでもないので。綺麗かった、めっちゃ綺麗かったね。アンテナスタートはちょっと間で曲を抜きました。制服の前にいた方がいい、よく良いと思ったのでね。そうレナもさ詩人大好きなんだけどさ、そうでもギリギリまでって思ったけど、なんかそのマネージャーさんと電話してる時になんかカメラがあるカメラっていうかなんかもうディスプレイを準備してくれてる人がいたわけですよ。そりゃいますよね。見ながらこれはやらへんっていう選択肢はさすがにもうなしでいこうと思って、さすがに延期はもうやめてくださいみたいな感じでしたね。申し訳なかったですね本当に。バブルで一部出演じゃなくてめっちゃ出演してるみたいな、なんか何やったっけな、お大出演してるみたいな書いてくれとった人がいてめっちゃ面白かった。そうなんですよ。楽園も途中参加で多分限りなくコールしてくれたのに、で多分ポジションが変わらない限り限りな一番目にねダッシュで走ってくるって多分まあみんなね大体の人は知ってると思ってたと思うんですけどいや走ってこへんのかいって多分誰みんな思ったと思う走ってこへんのみたいな、で気づいたらおるやんみたいななったと思う多分えおらんと思う。だっていっちゃん最初走ってこんかったらもうその曲おらんかなってなるやん。けどその走るちょっとダッシュとかがきつくて、で途中でねインしたので、君俺のプリンセスの優しすぎんそれ大丈夫だ、それしてくれてありがとう、ありがとう、よし、よあごめん、しれっとね、しれっと入りました。アンテナとかさこれだけあってじゃんじゃんじゃんだけあって多分みんな思ったと思う、おらんのみたいな。しかも一発目3人だけやん、だから7人ぐらいとかさ5人とかで入ってくるならさワンチャンなんかおるおるおるみたいな、探したうちにさ他の人も入ってくるみたいな感じやったらまだわかるけどさうん、え3人でおらん、限りなくコール頑張ったのにおらんのって多分なったと思うちょっとね静かに入ってきました。
気づかれないように。つかなかった、あらピンク側の席やったのめっちゃおもろいけど。そうそう、下手の人はねゆっくり現れたの分かったと思う。噂、赤い船見て、赤い船見てね。すいません、いいよ。そう、私髪手多いんですよ。アンテナの最後しかもさ、なんかカメラで抜かれてたっぽくて、レナ的にはさ、オロオロって入ってきたさ、入ってきて、じゃじゃじゃんみたいな、踊りましたみたいな感じでさ、なんかいや、そういうね顔してたら、まさかのこの曲出てないから抜かれてると思わんくて、カメラに愛を感じました、カメラマンさんの。本当に捕まったほぼ気づいた、マジで。うん、多分みんな大変やったよな、多分カメラマンさんも大変やったと思うけど、みんなも自己紹介で一部抜けるって言ってたし、どの曲やろ、え、おらんおらんあー出てきた鬼捕まらないように裏まで逃げた、おもろい最大でしたね。もう一回ちょっとこれぐらいで言ってもらわな思いましたけど、アーカイブ定点で見て、ぜひ私の出入りは出発見は定点でどうぞ。合格キスのメガネがマジで過去一うまく入れれて、スッやったぜ、じゃんじゃじゃんみたいな、やったぜの顔しましたね。もうあれはやったぜすぎてやったぜすぎて、後ろからね出てきてそうだよね、昔の色エモいよねってね、確かめて、確かにどっちもなかったら急にさ、あれなんかあったんかなってなるような、カメラに映らんくなったら。ミスった説、曲始まらんやろ、着替えミス。もう着替えミスってやつは待ち、待たないで、公演始めるよ、みたいな感じか。マジで感動した。コールもやし、え、わかった、マジ、え、映ってたあの動画を、はず。やば。ナイスって思って。やったって顔しました。ドヤ顔バレてたか。まあその後消える内緒内緒内緒。ね、まさかのめっちゃ成功でした。そう、神手ね、神手が多いんですよ本当に。いい曲です、プール。あー、見えんとき足持ってのポジなんやなみたいなね、そういうことか。注目ポイントだよねあそこなんかいつもさ、そうそうそう、生誕とかじゃなくてもあのアップの時が多くて、いやあれ簡単じゃないんですよ、私的にダンスよりむずいですね、あのメガネ入れるのも。ほんまこんぐらい見たいけど、さすがにな、見えひんとこうさって感じで、大人な感じで入れてじゃじゃんってしないとダメだからだからね、ついに色覚えました。え今日まで覚えてなかったってこと。でもさ、よく考えたらファンの人ってさ、サイリウムカラーとかマジで覚えなあかんの、ほんまに大変そうやねんけど。だってるな、メンバーのサイリウムが同期とか全然覚えてない。ピアムと
囲みが青青緑だっけ。でココハが青緑黄色だっけ。そこら辺は確かわかるけど、サツキチ緑白でしょ。ミアービーム、みゆちゃんは青と、あ、水色とピンクと白。ミヤビンもそんな感じの色やった気がすんねんな。ミヤビンも3色やったやんな確か。こっちゃんはピンクピンク白。ちょっとわかんないっすね。その2人があれやな。死んでおらんかったらさすがにな。好きに来てくれてありがとう。ああ優しい、こちらこそありがとう。よくメガネにね、そう今まで降る日が来るとは。でも合格キスでみんなあの自分の推しの色に変えてて、なんかやっぱ変えるんかってなって、後でそのなんか生誕委員の人が考えてくれた可愛いあの髪髪やったじゃん。こう M1 綺麗に分けて色フローねみたいな。あれもかんあれ欲しいな、あの髪、あの髪欲しいのに、あの髪欲しいのに。レナあの髪さずっともらえるかと思ってた。うん、あれもらってないんですよね。ピンク水色白、ピンク水色白、え、レオナさんと一緒やん。ビーム、え、確かに3本多いよな。多い。ピアミなんや。ピアミ、ミピアミ、ピンク赤ミ水色か。うん、完璧な木の中の。うん、確かに黄色ね、黄色、ココアも黄色。の花が泣いてて可愛すぎた。あー確かに研究生でオレンジだけレナなんですよ。オレンジだけレナ、オレンジなのレナだけなんですよ。確かに上手の方が多かった気がする。うんな気がする。うん。いやあれさ、あのディスプレイの上とかにないかなって思ったねんな。で見てみたけどなかったです。あと何やったっけな、みんなのメッセージの中とかにワンチャン挟んでないかなとか思って見てみたらなかったです。ごめんなさいでした、ありがとう。吹き出すぐらいだって泣いてるんやもん。吹き出すぐらい泣いてた。ポスト見ました、みんなの。3本持ってる人おったんや、もろ。まあそらそうよな、そらおるよな。うん、あのカード見たいな。メッセージカードまだ見てない。見ます、見ます。ペライトの色変える人にね。そうなんですよ。そう、かけれ直しの人がねいっぱい入ってくれると思ってたんですけど、まあ、いっぱい入ってくれたんですけど、いっぱいその分あの落選しちゃったよって人もいたのでね。1年に1回しかないからね、生誕祭って。暖室とかあるねんな。ペライト購入しとく。あ、そう、イラストね似てるってみんなから言われて、
絵描きであんな号泣してたの、ほんまに？そうやん、マジ？いつ？いつ？思った、普通の女の子ってなんやねんと思ったけど。嬉しい。でも今回の生誕祭そうなんですよ、新規かきれなファンが結構来てくれてて、うん、だから公演もやるか迷って、 もっと元気な時に初めての人なんかは特に見てほしいしって思ったけど、みんながくしゃみしてます。この変なくしゃみマジでやめてっていつも言ったのにさ、マジやめへんねんな、ね、やめへんねんなとか言って。でも俺のも今日メイクさんの前でくしゃみしてたら、え、それくしゃみなの、咳じゃないのって言われた。怪我してる、いいよ、かわいいよな、あれマジかわいい、入れなくて。いや、そう、お母さんも連発くしゃみなんですよ、レナと一緒。マジでレナもなんか大きい「ハクション!」で終わらへんねん、くしゃ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 、もうこんな何回も出んねんな。そう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 、寝てた、寝てます、小分け。え、マジでそう、でも多分大きいくしゃみ出へん分ちっちゃいくしゃみがいっぱい出るんやと思う、実家はもう。え、でもなんか最近は犬猫に会ってなさすぎて実家に帰ったらもう目もめっちゃかゆいし、くしゃみもめっちゃ出る、目とかマジめっちゃかゆい。だってこんなにさ綺麗で一人でさ何にもあの害がないところから、あんな猫4匹にさ犬におるさ家に帰ったらそりゃくしゃみ出るようなって感じ。でも毎日あの兵庫の家で暮らしてた時はマジで全然余裕やった。だからやっぱ体勢ですね、すごいなと思った、慣れって。え、こないだ温泉行ったらさ、通路でさめちゃくちゃ汚いくしゃみをしたおじさんがおって、口をこうやってせずに「うわーくしゃーくしゃーくしゃー」みたいな、ねえ、めっちゃ嫌な顔してもう壁のギリギリこうやって通ったみたいな。マジでやばくない？いや、スピーチどんぐらいしてた？あれな、長かったよな、やっぱごめんな、お尻痛かったよな絶対。センターさん入れなくて、あー来年は来てね。クッキーはカキさんパパです、カキさんパパですね。クッキーとケーキ、パンドケーキみたいなのは、いや、アレルギーはないけど動物がそうそういすぎて、動物がいすぎてね、ディスプレイもちょっと出てまうかもしれん。涙が出るの。マジで、いや、ダイナミックすぎて。マジで気をつけて。ほんまに、いや、でも全然な、マジ たまにやから、ほんまに口にさすがに塞いでほしいやん。じゃあもうマジでもうこうやって通りました、壁を。でそう、マジお尻と電車の心配をしてたけど今日5時開演やんなとか思って、大丈夫やんな。どんぐらい予約してた？ほらほらね、そう、こういうことがあるので、そうそう。あ、ほんまに？思ってたより短かった？あれな、一緒ってこと？そういうこと？考えてないの分かった？スピーチ、スピーチ考えてなかったの分かりましたかね？喋りながら気分繰り返してた、たまに笑いながらとかね。殴ってもいいよって言ってくれてたの。
気をつけよな、気をつけて帰ってね。面白かった、 ありがとう。スノーカキレナじゃないみたいな、あーくしゃーみたいなくしゃみしてましたね、2回もね。お母さん違う違う、あのこの間温泉行った時のやつ、ネバーに助けを求める、やらしいスピーチだった、ありがとう。え、マジ考えてない感じしてたんか、わ、バレてた。やっぱ考えてる風で喋ってみたんですけど考えてる風でこれは絶対言いたかったことだよみたいな感じを出して言ったけど、ダメか、そう、助け求めてたえ、バレてるねんけど、めちゃくちゃ考えてないの、考えてないそういう時もありますよ、忙しかったんですね。昨日も4時まで自主練と立ち位置を やってて4時半ぐらいに寝たんですけど、もう4時半になったらさ、スピーチ、あ、寝る前にスピーチ考えよう、もう寝ようみたいな そう、すぐね、なんかやっぱり確かに考えてないやつのもう口癖みたいな感じやな。あ、考えてて逆にあの長さをもう覚えるのすごいみたいな感じか。そう、結局ね2曲も出られずにねなったったのに、昨日、今日か、今日の朝ですね、もう朝の4時は今日ですね。気をつけて、いよーん、なんかつけときたいな、これ何もないわ、何もないか、ここ置いとこ、チマチョゴリみたいなとは何があったのチマチョゴリのあの飾り付けみたいなと、ここで真ん中でやるやつチマチョゴリです、この辺とかじゃない、いいね、ここでちまちょごりやから、うん、ずっとスピーチどうしようとか言ってたけど、まあいっかなみたいな、まあ、言いたいことがその時にあったら、そのそれを言おうみたいな思って、感じです。ありがとう、良くなるといいですね、はなかっぱ感動した、あー、ありがとう、みんな優しいよ、再させていただきます、ありがとうでいただきます、まあまあいいお手紙でした、行き当たりばったりなん、やっぱバレてたんかな、うん、バレてた、うん、やっちゃったってこと、あーって思った、何も考えてないなって、うん、考えてないなって思った、バレてましたね、うん、バレてました、同じスピーチ感動した、ありがとう、そう、同じこと言ってた、だってレナも途中さ何言ってるんやろ、うん、これが言いた、これが言いたかったわけじゃないけど、分かんなくなる、あ、でも1個だけって言ったらもう1個がどういうかよくわかんない、でかっ、確かにってことな、4つぐらいだけだったの、違う、割れてた、うん、言いたいことはなんとなく分かったけど、言いたいことがあるんだよ、なんとなく分かった、締めが締まらないまま次にいたそれな
なんかだってさ、 X で私のスピーチを一言一句文字にしてくれてた人がいたんですけど、そういうの本当にバカがバレるんでやめてください。見たいそれマジで。もう文にしたらさ、もうマジやばすぎて、締めてないし、文にしたらさ丸がついてなくて次のさやつに言ってて、マジで文字起こしっていうの、書き連に関してはちょっと文字起こし現金ですね、禁止です。でも長いのとかはさ、まあまあいいとして、多分文でさ書いてたらちょっと文章はちょっとねあれですね、本当にさ、そうですね。ここまで息継ぎなしとかそうあんな書かれてないけど、そう丸がついてない、そうなんていうん、道徳5あるなら国語1でもいいやん。うん、マジでさ、それその投稿を見てマジでおもろすぎて普通に全部読んでもったわ。自分ってこんな喋り方してたんやと思って、伝わってんのかなみんなにみたいな。うん、でも座ってなかった気がする、これ聞くんなら言いたいんやみたいな。マジ見に行ってめっちゃおもろいから、まあでも頑張ります、今年1年も。はい、落ち込まずに頑張っていきたいと思います。うん、まあそうですね、はい。でもなんかレナってこういうキャラやから、なんかその12期生で任される曲とかあるじゃないですか、そのフェスとかもそうなんですけど、制服の目とかフェスとか、あとなんやろな、12期生だけで踊ってるの、なんやろ、なんかあったっけな、フェスぐらいかな、でも外で踊ったのはフェスしかマジで出てこなさすぎて。花マジで泣いてておもろかった。え、ビューティフルぐらいかな、あと、まあ、公演とかも含め、なんかマネージャーさんとかにもなんか、まあ、相談するじゃないですか、なんでずっとなんか同じようなポジション、まあ、センターの子とかは理由があるから、なんか理由があるからさセンターになってるわけで、こんなに悪い理由も教えてくださいみたいな、立ち位置が悪い人の理由も何かしら理由があるわけじゃないですかって聞いたんですよ、一回ね、一度聞いたことがあって。そしたらなんか今までやってきた曲に柿本さんは合ってないみたいな言われて、そうですね、その時になんかじゃあどうしたらいいのってなっちゃって、そうまあふてくされちゃったわけですよ、要するに良くないことですよね、ふてくされは。まあ曲のイメージでセンターを決めたりするから、じゃあ私はなんか今までやってきた、その1年間やってきた曲で、なんかフェスとかも含めね、フロントもゼロというか、まあゼロっていうか少なくてみたいな聞いてみたら、どの曲にも雰囲気が合ってないってことですねみたいな言われて、あのそういうことねみたいな。でも多分それって理由がないってことやと思って、ちゃってって感じなんですよ、思って、まあ、そこでちょっとえってなったけど、そうアンダーもね頑張ってますが、アンダーに出てるとか意味がないって感じで、
言われたのでだからじゃあ何を頑張ればいいのってなっちゃって、逆にね、その時に、でその時に先輩たちに相談したら、まあちゃんとアドバイスをくれたから頑張ろうって思えたわけで、そうそうまあはっきりっていうか、あれなんか聞いたんやけどな、曲の雰囲気とかもあるのでみたいな言われた時に、なんか、あ、じゃあ私は今まで1年間12期生がやるってなった曲でフロントもなくてセンターもなかったってことは、あの何の曲にも合わなかったってことですかって言ったら、そういうことになりますねって言われたからまあその時に、まあ、やっぱこれは同期に相談することじゃないしって感じで、まあ、先輩に聞いたら、たくさん聞いてくれて話を、マジで多分はたから聞いたらさ、なんか、いや1年未満で先輩に相談するなとかさ、先輩がそんなんを本気でちゃんと受け止めて相談乗ってくれると思うなって思いますよね、多分ね、思うと思うねんけど、マジでマジで真剣に乗ってくれて、みんなみんなねそんなこと言われたのみたいな、とかなんか、いやいや、かぎりなはさ上がるしかないじゃんとか、ポジティブで考えないとみたいな、もうなんか楽しくレナのキャラに合わせて、なんかあのなんていうん、アドバイスくれるっていう、レナが落ち込まへんようにキャラに合わせて言ってくれるってね。まああとはそう、なんか会いに来てくれる人が少ないとか、そういうのも関係あるんじゃないですかみたいな、とかですかね。悩むとこありますよね、いろいろ。まあけどそういうのにあんまり悩まずそういうのにあんまり悩まず、なんかまあみんな優しいから、みんな優しいからだからねまああまり悩まず何を言われても動じないぐらいでいきたいと思いますみんなが分身してくれたらいい？やっほー、オッツでーすみんながね分身してもらったらちょっとあるかもしれん。でもさすがにさ、なんか曲に合わないって言われたらなんか結構ショックじゃないですか。多分12期生で、まあ、まあ、まだあれですけどそう、マジいい先輩がいてくれて、そう、炎さんとかもね下手って言ってくるけど、それがおもろいよなでもなんかフェスとかの時にその立ち位置が悪いかったから、センターもなかったから、だからまあそれも結局鍵本さんは曲に何も合ってなかったっていう、まあ、伝え方をされて、まあ、納得っていうか、まあ、その時はね、その時はって、まあ納得は別にしないですけどけどまあそういう意思なんかなって思ってて、でその時はアンダーゼロだったから、でなんか成果を残さないとその対比とかって評価されへんかなって思ってアンダーにも出たけど、
まあ、変わらなかったからまあ曲に合ってなかったんかなっていうか感じかな。制服の目も変わらんってことはそういうことかなみたいな。だからそのなんか多分研究生ってマジでアンダーに出るぐらいしか評価をできひんっていうか、何もないから目の前のことがアンダーぐらいしかと思ってアンダーに手掛けたアンダーを頑張ろうと思って出たけど、もう何も変わらなくてなんかあんま意味ないんかなみたいな思っちゃって、そういう時期になっちゃって、でもこういうなんかせあの相談もしたらなんかレナは相談した時になんかだってまだ S のアンダーとか出てないんでしょみたいな先輩たちに言われるかなみたいな、それ言うのは参考アンダー出てからにしなとかなんか言われるかなって思ったけど、けどそんなん全然言わんとなんかそういう意思を持ってちゃんとアンダーに手掛けてるのがすごいと思うしとかみんな言ってくれて、でもそれだけじゃないんですよ。それアンダーができるから、アンダーができたから次いいとこ入れるかもとかそういう思いはなくて、別にアンダーは最低限研究生のなんで、まあ難しいとこってことですよね。難しいんですよ。聞いても良くなろうとして聞いたけど、なんか曲に合わないって言われた時にもう良くするとかがの理由がもう見つからなくなってもて、その時にかわいかったって言ってた、ありがとう。えマジで研究生の仕事アンダーですよ、本当に本当に最低限ね。でもみんな学校とかあるし、レナ全然学校とかほんまにないから、だから学校通いながら毎日そのこの活動を頑張ってるだけですごいから、だからなんかそのアンダーの大変さも分かる分、逆にアンダーをまだ出れてない子の辛さもあると思うし、その出れたからこうでまだ悩んでるとかいう私みたいな変な人もいれば、あーまだ出れてないどうしようって焦ってる子も絶対いるし、でもそういう子は絶対自分のさ学校とかあるから、そうそうそう、だからまだとかさあんまり聞かないように。いやみんな頑張ってるし、みんな踊れるからちゃんと、そうみんなさ学校とか年齢とかいろいろあるわけじゃないですか、だからねあんまりね聞かないようにねしてあげてくださいみんな頑張ってるんでね、はい本当に本当に、学校あるけど一応一応なえこの間さココナサンポジを私 E 公園でやってるんですけど、ココミンもココナサンポジの経験があって、やばいもう30分とかで終わろうって思ってたのにごめん、やっちまったぜ。一応ねやってるんですけど、この間ほののさんとそのなんかまやさんとまきこさんで話してたって言ってたやん。その時にココミンがココナサンポジを一回やった時に、その前に私が一回13日にココナサンポジで出て、で15日はミレイさんの卒業公演でココミンがココナサンポジだったんですよ。その時になんかほののさんのとの近くを結構ねココナサンポジは行き来をするんですけど、その時になんかかきれながココナココナサンポジの時をところを踊ってるのとココミンが踊ってるのが本当に違いすぎてとか言われてココミンの安心感とか言われてねえほらさ
怒ったら可愛い、かぎりの怒ってる可愛いとか言ってバカにされました。やばくない？そうそう、不安にねさせてくるけど、ちょおもろいからいいんですよ。いやほんまそれやねん、かきれの時も安心してくれ。マジそれ思った、安心してほんまに。ほんまにな。いやそうそう、だからそのなんかメンバーによっては多分そのなんか先輩たちもすごいよな、かきれなはあの笑ってくれるとかさ、そういうなんかあの思いを持って感じなので。いやめっちゃ似たようなものはね。キリヌかわいい、怒ってるかキリヌかわいいとか言って、そうずっとこうやってな、こう顎を触りながら、キリヌかわいい、怒ってるかキリヌかわいい。おもろかったです。まあ、だから周年コンサートとかもそうですね、楽しみにはしてもらって、期待されてるって思ったらなんかあんまりお豆腐メンタルになっちゃうのでならないですけども、全然。うん、ホモさんマジで好きやし、おもろい。ありがとうみんな、おやすみ。楽しかった？今日来てくれて見てくれた人と、来てくれてて見てくれてた人、バイバーイ。ありがとう、遠いとこから来てくれてみんな、近い人もありがとう、うん、ありがとう、バイバイ。ありがとうね、こちらこそありがとう、いつも笑顔にしてくれて。おやすみー、おやすみ、バイバーイ、おやすみー。